時期だろ。あいよー、これパパさんの手だ。僕だってテン君と遊びたいの我慢しとるのに、もうパパさんすぐ育児ルーム入ってこうやって遊んじゃうもんで、もうテン君も、もうパパさんのこと大好きっ子になっとる。もう僕なんか、もう匂い取るうちに育児ルームの潜入ツアーが終わっちゃったから、もうあんまり遊んでないんだよね。テン君と遊んでみたいけど、もう今日はダメだってパパさん言われたんだ。テン君、僕がいけない代わり、パパさんとしっかり遊んであげて。ほいで今日は、テン君、このオープニングの後、ナレーション、ちょっと今日やってみるかい？僕の代わりに、今日はテン君ナレーションやったらいいわ。もし、オッケーだったら、ひっくり返ってくれる？おう！オッケーみたい。こんなことってある？あなた大丈夫なの？というわけで、今日はテン君のナレーション！おしゃべりします。てんちゃんの大好きなホランくんと一緒に遊んでます。噛んだりちょいちょいってやるのもてんくんの得意技だよ。ちょいちょいってやってくるけど、僕って本当に可愛いな。もう何やっても可愛いな僕って。大好きなオランくん返して。遊びたいのに。じゃあ今度は僕の好きなにゃんこと遊ぼうかと思ったけど、まだオランくん来たよ。かわいい。見てこのお腹、ポンポコリンのお腹、かわいいね。ちょっとオランくん乗ってっていいか。今度別小物が来たよ。僕はここのこの入れ物からお外にまだ出られないから。次はピコママとカミカミして遊んでみたよ。ピコママ優しくカミカミしてるから僕は大好き。ちょいちょいしたり噛んだり。外に出たいな。